中間高速道路64号線はアメリカ合衆国東部を走る中間高速道路であるミズーリ州ウェンツビルにある中間高速道路70号線国道40号線61号線との交差点に橋を発し東はバージニア州チェサピーク市バウアーズヒル地区で中間高速道路264号664号線の2本の 支線と合流、分岐して終わる。西端は国道40号線、61号線との重複区間になっており、そのまま道なりに進むと61号線の単独区間になるが道路は高規格のまま続く。この区間はミネソタ州の州都セントポールへと続く聖者の街道の南端をなす。ミズーリ州交通局は2009年度末にウェンツビルまで路線を伸ばし、 現在本路線は生端で週間高速道路70号線につながっている。また2007年4月からはセントルイスのスポード通りからキングスハイウェイ通りまでの10.5マイルにわたって大改修が行われた。路盤の総張り替え、立橋の掛け直し、インターチェンジの再設計、4車線目の追加を行い、さらに1 7十号線へのアクセスを両方向から可能にした。 改修は東西二つの工区に分けて行われた。2008年には、週刊高速道路2 7 5号線から170号線までの東半分路を全面通行止めにして改修が行われ、12月15日に完工した。同日からは入れ替えに、西半分の170号線からキングスハイウェイ通りの区間が全面通行止めとなり、 翌く2009年12月7日に再開通している。この日をもって、ポプラーストリート橋から、週刊高速道路75線までの水売り州内、全区間が利用できるようになった。途中一部区間が、週刊高速道路75、77、81、95各線との重複区間になっているが、4カ所ともすべて、重複先のインターチェンジ番号を使っているので、 途中番号が飛ぶ区間がある。詳細は、週刊高速道路64号線を参照集内で、今日の64号線に相当する区間はもともと、ダニエル・ブーム高速道路と呼ばれていた。その後国道40号に指定され、加えて1988年には、週刊高速道路64号線にも指定された。現在も州内の64号線は、 国道4十号線との重複区間となっているが、今日でも地元では単に4十号線と呼ばれることがある。また州内の区間は前日の通り、聖者の街道の最南端部を構成する。2004年12月13日にはオファロンにある主要地方道 N 号線とのインターチェンジが開通した。将来的には水売り州道364号線もここで、 連絡することになる予定。2009年12月7日にウェンツビルの週刊高速道路70号線合流部までの全線が開通した。現在の西端付近はもともと国道40号線だったが、週刊高速道路に昇格するにあたって、本線上にあった信号機はすべて取り払われ、道路標識も新しいものに取り替えられている。セントルイスを走る区間は、 スポーツ記者の子ジャックバックを記念して、ジャックバック記念高速道路の別称が付けられている。ミズーリ州セントルイスからミシシッピ川をポプラーストリート橋で渡るとイリノイ州に入る。この区間は、週間高速道路55、75セントの重複区間である。セントクレアグニースとセントルイス及びその郊外を過ぎると沿線は、 イリノイ州南部ののどかな田園風景に早変わりする。ここまでの区間には途中油田が点在している。ミッドアメリカ空港の最寄りインターチェンジである第23インターを過ぎるとすぐにクリントン軍続いてワシントン軍を通過する。カーリル、ナッシュビル、セントラリアの各都市へ至る連絡線を分けた後、マウントバーロン付近で約5マイルほどにわたって、 週間高速道路57号線との重複区間が続く。マウントバーノンより東は旧油所等のほとんどない区間が続く。路線はさらにジェファーソン、ウェイン、ホワイトの各群をインディアナ州方面、エバンズビルに向けて東へ進む。ボバッシュ川を越えるとインディアナ州に入る。州道69、165号線と交差しさらに68号線の下をくぐる。 エヴァンズビル市街に向かうインターチェンジとして公式に案内されているのはインディアナ州道65号線、国道41号線、週刊高速道路164号線と連絡する3カ所。その先フージャー国有林内を横切る際には美しい車窓を楽しめる。これと前後してフェルディナンド及びサンタクラウスに向かう連絡道を分け、州道37号線、続いて、 ニューオルバニーで、週刊高速道路265号線と交差する。シャーマンミントン橋を渡ると、ケンタッキー州である。ケンタッキー州、ルイビルのセネカ公園に架か,かる歩道、馬道橋より本線を、長務。詳細は、週刊高速道路64号線を、参照ケンタッキー州に入って、最初の町は、ルイビルで、しばらく、オハイオ川と並走する区間には、 川岸線の別名がある。市街地には複数のインターチェンジがあり、その先のケネディジャンクションで、週刊高速道路65、71号線と交差するが、各ランプが絡まる。その複雑さから、スパゲッティジャンクションの異名を取る。その先シェルビービル、フランクフォート、ミッドウェイ、レキシントン、ウィンチェスター、ムーアヘッドを順に経由し、 キャトレッツバーグ近郊のアシュランドで宗教に至る。レキシントン付近では市街地の北東をこう描くように反集する。この区間は週間高速道路75号線との重複区間でインターチェンジ番号は先日の通り75号線のものが使われる。レキシントンの北東数マイルのあたりで再び別々になる部分は通称ザイマイナス64。 アイマイナス75サザンスプリットと呼ばれる。ウェストバージニア有料道路の料金所詳細は、週間高速道路64号線を、参照ウェストバージニア州内の走行距離は184マイルで、主な経由地は、ハンティントン、チャールストン、バークリー、ルイスバーグ。主なジャンクションは2カ所だけで、週間高速道路77号線とのジャンクションが、チャールストンとバークリーにある。 途中20マイルの間に神奈川川を4度渡るほどのところで一度の計4回。前述の2つのジャンクションの間は、週間高速道路77号線との重複区間で、チャールストン東港で神奈川川を最後に渡ってから、バークリーの南第40インターまでの区間が該当。この区間内は両路線とも有料で、ウェストバージニア有料道路の一部になっている。 前述のように重複区間は77号線の方のインターチェンジ番号を使っているので、ケンタッキー州から東に向かう場合、第60インターまでは正準、そこで合流した77号線で使われる100番まで飛び、以降は、後順で振られている。詳細は、週間高速道路64号線を、参照ウェストバージニア州を立ち、バージニア州、中部までは東に、コビントン。 レキシントン、スタントン、シャーロッツビルからリッチモンドまでを結ぶ。レキシントンからスタントンまでは、週間高速道路81号線との重複区間。リッチモンドからは南東に進路を変え、ニューポートニューズからハンプトンを経由、ハンプトンローズを橋梁とトンネルで越えると、ノーホークに至り、その後わずかにバージニアビーチ市内をかすめるようにして、終点のチェサピークに到着。 バージニアビーチは大西洋岸の市だが、本線は海岸にまでは伸びておらず、バージニアビーチ西部のハンプトンドーズ循環の一部分になっている。末端区間では、ノーホークを取り囲むように釣り針形になっているので、東行き車線は西に、西行き車線は東に向かっている。大西洋岸へは、市線の264号線が連絡している。もともとは、 バージニアビーチ高速道路として建設されたもので、建設秘書ょのため有料道路となっていたが、1995年に無料化した。インディアナ州とケンタッキー州の集会オハイオ川に架かるシャーマン・ミントン郷をはじめとする一部区間は1960年初頭に完成している。1976年12月、ルイスビルの9番街立郷の観光をもって、 セントルイスからチャールストンまでが全通した。1987年8月には、セントルイスの国道を40号線にも64号線の標識が建てられた。周回高速道路は、重量超過トラックの取り締まりが厳しいため、罰金を逃れるために意図的に国道に流れてくるトラックが多かったのが一因。バージニア州レキシントン近郊、週間高速道路81号線。 64号線、重複区間の南端部を81号線、北駅車線より望む路線の入り組むセントルイストシンでは、週刊高速道路44、55、64、70号線が一括りに案内されていることがある。ありがとうございます。